じゃないのっていうのは、あの養生資材とか、ね、フェンキ売ってるの、売ってたよ、ミッチャクロン、ミッチャクロン、なんか聞いたことあるだけやったよ。あ、そうなんクリームかミルキーホワイトか。ミルキーホワイトは白すぎる。白すぎる。カッキーも面白そうやけどな。考えてみたら。畳みさん言う前はこれでいけるか。あ、こっちでいける、うん。まだこっちもこれでいけるか。うん、じゃあ、はい、これとこれで。あとは？じゃあ、あと、ローラーとハケ。ローラーはその下塗り用の時に使うから、やっぱり2つ。うん、さっき持ってたこれと、これ買っとこうか、買っといて、うん、では安いのか、あれ95、うん、2本ぐらい買っとこうか。これはこれで塗ってみようか、うん、であとは養生テープとかもあるし、はい、今日は久しぶりのね DIY ということで、こちらこの、あの門柱をね塗り替えてみたいと思います。はい、こんな感じでね、結構もう長年の汚れがねついちゃってて、何本ねあろても綺麗にはならんのですよ。裏面もねこんな感じで結構汚れてきてしもてるんですよね。これをね綺麗に塗り替えたいと思います。それではね、まずあの塗る前に表面の汚れを落とすのに簡単にね水洗いしていきたいと思います。こんな感じでまだちょっと残ってるんやけど、これ以上はね毎度取れないんですよ。必要であれば高圧洗浄とかね洗剤とかあればもっと綺麗にはなると思うんですけれども、これぐらいでやっていきたいと思います。はい、それではねこの状態でちょっと乾かして養生していきたいと思います。養生テープにマスカテープでマスキングテープを準備しました。これはねホームセンターなどで揃えることができます。これを使ってこういうところ、あんまりねペンキとか下地とかついてほしくないところに貼っていって色がねつかないようにしていきます。ポタポタって落ちても大丈夫で、コンクリートとかの建物用下塗り剤というのを塗っていきます。これ塗ることで塗料のね糊を良くします。まずね開ける前によく振って、で開けます。こういう炭、ここをねハケで塗っていきます。下地剤全体に塗れました、ということでね夏場やったら1時間ぐらい、冬場やったら2時間ぐらいっていうことなんで、今日の天気やったらね1時間半から2時間ちょっとこれで置いときたいと思います。それではね乾いたんでねいよいよ塗っていきましょう、今回はね同じくホームセンターで買いました水性のねペンキを使って塗っていきます。あんまりね極端に色を変えるとちょっとあの他のものとね合わなくなってくるので、色はクリーム色で塗っていきたいと思います。こんなぐらい、色ちょうどいい。まず炭、さっきと同じようにね炭っこの方はハケで塗っていって、広いところはローラーでガラッといきましょうか。
思いのほかデコボコやからな。この隙間に入っていかへんのね。どうしよう。ここしか見てない。仕上げ担当で穴埋め職人。いかがでしょうか。ちょっとね、あの養生が甘くて粗いところとかもあるんですけど、ここら辺はね、また、乾いたらね、ヤスリで削ってきれいに仕上げたいと思います。本日ですね、この 0.7 リッター入りの缶を2つ使いました。ちょっと種類いっちゃうんですけどね、だいたいね予算が5000円ぐらい、この門中ね裏表塗って5000円ぐらいで仕上がりました。で時間はですね、4時間ぐらいかな、結構かかった方やと思います。まあけどそれでもね、頼むよりはかなりね時間も短縮できたし、安上がりだったと思います。というわけで本日久しぶりの DIY 門中塗り替えてみたは以上です。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考 MB5 でした。グッバー。